はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、なぜ稼げないのか、認知的不協和ということで話をしていきたいなというふうに思います。で、この認知的不協和っていうのはですね、人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またその時に覚える不快感を表す社会心理学用語ということになります。アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された。人はこれを解消するために自身の態度や行動を変更すると考えられているということになります。で、今回はですね、なぜ稼げないのかということを、この認知的不協和ということを使ってですね、話をしていきたいなというふうに思います。で、少し表にしてみました。まあ、これはですね、ウィキペディアからかなり引用させていただいているんですけれども、ちょっとね、ウィキペディアの情報だけだと、なかなかその稼ぐっていうことにつながりがないので、まずはですね、ウィキペディアに載っていた情報をもとに、ちょっとわかりやすく解説していきたいなというふうに思います。まあ、例えばですね、まあ、お酒を飲む人、飲酒をする人、いらっしゃいますよね。まあ、僕もたまに飲んだりするんですけれども、過度の飲酒っていうのは健康を害するという危険性、認知2を知る、この認知2ですね、認知2が過度の飲酒は健康を害するという情報があったとします。で、その情報があったことに対して自分自身が私は飲酒しますという状態があるとしますよね。で、この時認知1、つまり私は飲酒しますという状態と、認知の2ですね、過度の飲酒は健康を害するという状態っていうのは矛盾しますと。で、この飲酒がですね、やはり飲みすぎれば飲みすぎるほど、ここの矛盾っていうのは強くなってくるということになりますよね。で、過度の飲酒は健康を害する、認知2を知りながら飲酒をしている、認知1という行為をしているため、 A さんは自分自身に矛盾を感じますと。で、そのため A さんは認知1と認知2の矛盾を解消しようとしますと。要するに、同じ A さんという人が、認知1、認知2、私は飲酒しますっていう状態と、過度の飲酒は健康を害するという情報ですよね。これを2つ同時に、自分で認めたときに、そこに矛盾がありますよね。で、それを、その矛盾をですね、絶対に人間っていうのは解消しようとするんですね。2つ同時に維持している状態っていうのは、かなり心にモヤモヤが残ってしまって、毎日その、なんて言うんでしょうね、不快な気持ちになるんですよ。だから、その不快な気持ちを解消するためにどちらかを優先しようとします。で、その時に行動するということですね。で、自分の行動、認知1の変更っていうのが、認知1がですね、認知3になって、私は禁酒もしくは飲酒の量を減らしますと。最初は飲酒する状態だったんですけど、私は禁酒しますと、完全にお酒は断ちます、もしくはお酒の量を徹底的に減らしていきますと決めるということですね。で、認知2っていうのは過度の飲酒は健康を害する、これは変わらずなんですけれども、で、一般的、一番理想的な、一番論理的なのは認知1、飲酒を変更するってことですよね。飲酒する状態から禁酒に変えれば、過度の飲酒は健康を害するというところと全く矛盾しないということになります。で、この矛盾しない状態になると人間の心というのはすっきりするわけですよね。で、ここが、小さなことであれば自分の行動を修正または変更することができると、まあ、例えば漢字を間違って覚えていたんであれば正しい漢字を覚え直せばよいと。要するに、この矛盾がですね、矛盾している原因がものすごく簡単なものであればすぐに修正できると、行動を直すことができるということですよね。はい。ただ飲酒している人の多くっていうのはアルコールに依存する傾向が強いですよね。だからお酒飲むことがやめられない、それぐらい、お酒っていうのは依存性が強いということなんですよ。で、そういう依存性の強いものっていうのは、やはりですね、やめるのにすごい苦痛が伴うわけですよね。毎日毎日お酒をね、晩酌して、毎日毎日ね、テレビを見ながら晩酌しているという習慣がある人がですね、次の日からいきなりね、晩酌をやめますということは、ものすごく苦痛が伴うわけなんですよ。
だから簡単なものであれば行動を書き換えて、認知をね、認知3ということでね、行動を書き換える、正しい方向に書き換えれば、正しい方向にね、すっきりすることができるんですけど、飲酒を変えたくない、アルコール自体に依存性が強い、だからやめることができない、だから今の現状っていうのを正当化するために、正当化するためにですね、またその思考を変えていくんですね。で、したがって飲酒イコール認知1から禁酒イコール認知3へ修正することは多大な困難が伴い、結果禁酒もしくはお酒の量を減らすことができない人が多いということになります。で、その場合は認知2に修正を加える必要があるということで、まあ、この過度のお酒は健康を害するという情報を書き換える必要が出てくるんですね、頭の中で。で、具体的にどういうことかっていうと、新たな認知、認知4または認知5の追加ということで、自分はお酒を飲むという習慣を変えませんと、毎日晩酌もします、飲みすぎて、もう大丈夫ですと、いう状態を固定化しますと、そこは直しません。で、ただ過度の飲酒は健康を害しますという情報も知ってるわけなんですよ。で、この情報を消すためにですね、過度の飲酒している人の中でも長寿はいると、要はお酒をたくさん飲んでても長生きしている人いるじゃないですかという情報をプラスで追加してくると。で、喫煙している人の方が健康を害する確率が高いと、要するにタバコ吸ってる人の方がね、お酒飲んでる人よりも健康を害するんじゃないのっていう情報をまた入れてきたりとかするわけですよね。そうすることによって自分が今飲酒している状態ですよね、この飲酒していて、これを正当化するということなんですけど、で、過度の飲酒は健康を害するという情報を書き消していくと、頭の中で除去していくということになるんですね。なので、この恐怖っていうのがね、健康を害する恐怖っていうのがどんどん減らせるわけなんですよ。これが、いわゆる認知的不協和、要は自分の中で、考えていることに矛盾が生じたときにですね、自分の行動を変えるのか、それとも自分の行動は変えずに自分の解釈をね、いいふうに解釈を変えていくのかっていう、この違いになりますということです。で、これをじゃあ稼げないっていうね、テーマですよね。なぜ稼げないのかと、稼げない原因についてなんで、稼げないということに対して、当てはめていくと、成功者と同じ行動をしなければ稼げないという事実、これが認知2だとしますよね。成功者と同じ行動をしなければ稼げないという事実ですね。で、それに対して認知1が、私は面倒なことはしたくないと、要は行動したくないっていうことですよね。で、この時認知1と認知2は矛盾しますと、私は行動したくないね、めんどくさいことはやりたくないっていうふうにもう認めてるわけですよね。で、それに対して成功者と同じ行動をしなければ稼げないという事実があったとします。もうこれは僕がね、ずっと言い続けてることなんですけど、で、この2つのね、状態っていうのは、矛盾するわけですよね。完全に、相反するものであるという状態が心の中で出来上がってるわけですよね。その時に人っていうのは心にモヤモヤを感じるわけなんですよね。分かってるけど、成功者と同じ行動しなければ稼げないっていうのは分かってるんだけど、自分は稼ぎたくないんだよな、これモヤモヤするわけですね、心の中で。で、このモヤモヤを解消しなければ人間気が済まないんですよ。どちらか一方しか人間というのは維持できないので、どちらかを維持しようとするんですね。なので A さんは認知1と認知2の矛盾を解消しようとしますと、で、そしてどうなるかというと、自分の行動1、認知1の変更、これが正しくね、行動を変化させるパターンですね。認知3、私は成功者と同じ行動をしますというふうに、自分の行動を変えますっていうふうにね、心から思った場合は、成功者と同じ行動をしなければ稼げないという事実に対して矛盾しませんので、もうすっきりね、行動ができるようになるわけなんですね。で、一般論的なのは、認知1を変更することですと、面倒なことはしたくないっていう状態から成功者と同じ行動するという状態に変更すれば、成功者と同じ行動をしなければ稼げない事実と全く矛盾しませんと。で、同じようにね、小さいことだったら、これは直せますと、さっきの漢字の例ですね、
漢字だったら、ね、間違えたんだったら書き直せば OK なんですけれども、ただ面倒なことをしたくない人の多くは楽しようとする傾向が強いわけなんですね。まあ、誰でもそうなんですけど、苦しいよりは楽しい方がいいわけですよ。面倒くさいよりは楽な方がいいわけですよね。ワンタッチで、できる方が、まあ、この心理をついたのが、まあ、ワンクリックね、ワンクリックで、いくら稼げますとかっていう手法ですよね。あれを逆手に取った、この認知的不協和をうまく解消するために、作られたランディングページっていうのが、あなたも1日5分で稼げますとかね、あなたもワンクリックすれば1日ね、ワンクリックだけで稼げますっていうような LP が出来上がったのは、この認知的不協和を知り尽くした人がね、作ってるものなんですよ。ただ絶対的に不変なものっていうのは、成功者と同じ行動しなければ稼げないっていうのがもう真理なわけですよね。絶対的な事実であり、絶対的な真理なんですよ。だけどここを、この不協和が現れた時に稼ぎたいって思ってるんですよ。A さんは稼ぎたいって思ってるけど、同時に行動はしたくないっていうね、欲望も持ってるんですね。だけれども成功者と同じ行動しなければ稼げない事実っていうのも知ってるわけなんですよね。でその時にじゃあ何を取りますかっていうと、楽して稼げる方を取りたいっていうふうになるんですね。だから面倒くさくない人の、面倒なことをしたくない人の多くっていうのは、楽しようっていうふうに考える傾向が強いと。まあ正確に言うと、最初から楽しようっていう傾向が強いってことですね。まあ厳密に言うと、最初ね、稼げるようになるまでっていうのは楽はできないんですよ。どんなことをやっても、これはどんなことをやってもそうです。間違いなく 100% 楽しようと思ってね、全てが最初からうまくいくってことはないです。もうないって思った方がいいです、これは。この不協和をもう解消するにはね、もう最初から自分はもう完全にね、楽して稼ごうっていう考えを捨てなきゃいけないってところからなんですね。で、それがね、ちゃんと腰を据えて、しっかりとね、楽せずに自分で地道にこう稼ぐっていうね、行動していった先には楽しようっていうふうに思ってもいいわけですよ。それは自動的にそういった状態がいつの間にか手に入ってるから楽できるっていうだけの話で、稼いだ先の人が楽しようとかね、例えば簡単に稼げるんですよっていう言葉を使ってもいいんですよね。だけどその言葉をね、その言葉だけ、楽して稼げるんですよっていうね、苦労して、まあ、苦労というかね、稼ぐための行動をしていった人が言った言葉の、その楽しようっていう表面的な部分だけ、受け止めて、なんか簡単に稼げるんじゃないかっていう錯覚を起こしてしまうんですけど、それはもう幻想でしかないと、いうことです。で、まあ、この話戻すと、面倒なことをしたくない人の多くは楽しようとする傾向が強いため、行動そのものに苦痛が伴うということですね。したがって面倒なことはしたくない、イコール認知1から成功者と同じ行動、イコール認知3へ行動を修正することは多大な困難が伴い、結果成功者と同じ行動ができない人がほとんどなんだということですね。でその場合は認知2に修正を加えてくる必要が生じると。要するに、この成功者と同じ行動をしなければ稼げないっていう事実をねじ曲げようとするわけですよね。はい。でどうするかっていうと、新たな認知、認知4または認知5の追加ということで、自分自身は変えない、面倒なことはしたくないという気持ちは変えないですと、態度、行動も変えませんと。でその時に成功者と同じ行動をしなければ稼げないという事実っていうのも同時に抱えてますよね。認知2で認知してるわけですから。でこの矛盾を消すために、例えば認知4の追加ですね、面倒なことをしなくても稼いでいる人はいる、これは妄想ですね、完全に、妄想です。でこれはどこを見てるのかっていうと、稼いだ先の人のことを見てるわけですよね。完全に面倒なこともいろいろやってきたと。で稼ぐための行動もゼロから積み上げていって、ゼロから10までした人がね、すごく楽そうに稼いでるのを見て、それで自分もそういうふうにね、いきなりなれるんだっていう妄想を描いているに過ぎないということです。でその妄想を自分の論理、頭の中に入れてきて、結局この2番をね、書き消そうとするわけですよね。であとは認知後の追加ということで、行動しても失敗している人の方が多いじゃないかと。要は例えばね、自分でビジネスを始めるにしてもね、いろいろとお金もかかるし、なんだかんだ面倒くさいことも多いし、投資もしなきゃいけないし、お金もかかるし、
でも結局失敗してる人の方が多いよねと、うん、もう10年ね続いてる企業なんて本当にね1割もいないでしょうと、10人いたら1人がね 10年企業でね、続けてる確率がもうそれぐらい低いと、うん、だから自分も絶対に行動するなんて意味がないんだというふうに自分が行動しない理由を正当化するための情報っていうのを引っ張り出してくるということですね。だからあらゆる理由を使って自分の行動とか自分の考えを変えないっていうふうに現状維持させようとするわけなんですよね。で今回このね認知的不協和っていう話で話してますけど、まあ、いつも僕が脳の話でね現状維持システムがあるっていう話をしてますけど、見事にそれが働いてるわけですよね。今の現状を変えたくないっていうふうにね、自分のやることも変えたくない、新しいこともやりたくない、だけど成功はしたいっていう、このね矛盾した考え方を持っていて、いつまでもいつまでもね気づかないでいるわけなんですよ。いやどこで気づくかなんですね。でこうやって表にしたらすごく分かりやすいじゃないですか。ここに自分のね考えとか全部埋め込んでいくといいですよ。今考えてることとか、なんかここ矛盾生じてるんだよな気持ちにってこうなった時にね、この表に自分の考えてることですよね、を、まあ、僕が作ったこの表をねコピーしてもいいです。成功者と同じ行動しなければならないっていうことに対して自分はどうなのかと、自分の認知っていうのはどうなってるのか、でこれがすっきりしてればね行動できてるはずなんですよね。この動画を見て、あその通りだよね、間違いないねっていうふうに思ってる方っていうのは、あここの認知不協和っていうのが解消されてまず行動できてるはずです。思った以上に行動ができている。自分は夢に向かってね、まあ、そもそも夢とかゴールがない人にはこの話っていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、自分が本当になりたい自分がいて、そのためにはお金を稼がなければいけないっていうね、現状が待っていて、でそれに向かってちゃんとね、向き合って行動できているのであれば、この話っていうのはものすごく腑に落ちる話になるんですね。ただそういったねゴールとかも曖昧で、どうなりたいかっていうのもよくわからなくて、で自分が今取ってる行動もよくわからない、その時の感情で動いている、要するに楽したいなっていう感情がどうしても強いわけですよね。何もゴールが決まってない人が苦しいことをするっていうのは無理なんですよ。無理なんです。現状維持しようとするしかないんですよね。だから明確に自分がどうなりたいのかっていうのをまず決めるっていうのはすごく大事なんですけど、そこの決めたゴールに対してねちゃんと進めてるっていう人は今回の話はものすごくね、あ自分のことだっていうふうに感じると思います。ただこの話を聞いてちょっとね、よくわからないとか何言ってるんだっていう人に関しては、ここの一番最後ですね、認知をしたくない、要は自分の現状っていうのを維持するために結局都合のいい状況っていうか、都合のいい言い訳ですよね、言い方があれですけど、都合のいい情報を集めてきて自分が行動しないっていうことを正当化しているということになります。なので、もうねこの話に関しては今回はね稼げない原因ということで認知不協和を利用してちょっとこういうふうに説明してみたんですけれども、まあ、まとめっていうのがね、認知的不協和が起きた時に現状に焦点を当てるんじゃなくて、自分がなりたい姿の方に認知を合わせていく必要があるということです。自分の現状が、まあ、面倒くさいことはしたくない、行動はしたくない、まあ、例えば先生に言われたこともしたくないとかね、そういうことですよ、まあ、そういうことをしたくないっていう認知に目を当て続けるんじゃなくて、あこの人は稼いでるんだったらこの人が言ってることを素直にやろうとかね、実際に教えてもらったことをそのままね全部やろうとか、そういうふうにもう素直にやるっていうことなんですよ。で本当に自分のねなりたい方向性に自分のねそのゴールっていうのを立てて、でそこに向かってどん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 行動していくというふうにしていくと、徐々に徐々にこの不協和っていうのがいい方向にね、解消されていって、心のね中のモヤモヤっていうのがねちゃんと晴れればうまくいくわけなんですよね。で本当に成功したいけどなかなか行動できないっていう人はこの不協和にいつも悩まされてるんですよ。自分は成功したい、だけど行動はしたくないって、このギャップですよね。ギャップにいつも心がモヤモヤしてるんですね。だここを解消しない限り絶対に成功の方にたどり着くってことはまず無理ですね。無理なので早く気づくってことです。もうこの表を見てこの話を聞いて、あそういうことなんだと納得して、じゃあ成功者が取ってる行動ってどういうことなんだろうっていうふうにアンテナを張り始めたら、そのための行動っていうのがどんどんね見えてくるんですね。
で、そもそも自分がどうなりたいのかですね。そもそも稼ぎたくないのであれば、この動画は見る必要ないですし、稼ぎたいっていうふうに思ってるんであれば、今この話を聞いて、この断片的なね、一つの話を聞いて終わりではなくて、じゃあ徹底的に稼げる人ってのはどういうことをしてるのかとか、を勉強していくわけですよ。お金の使い方ってどういうふうにお金使ってるんだろうとかね。じゃあどういうふうに投資をしてるんだろうとか、じゃあどういうふうに毎日を過ごしてるんだろうとか、じゃあどういうふうに行動してってるんだろうとか、じゃあどういうふうに素直なんだろうとか、いろいろ出てくるんですよ。自分とその成功した自分の姿にギャップが絶対にあるので、それは見えてくるので、なので必ず今の現状に焦点を当てるんじゃなくて、自分がなりたい姿の方に焦点を当て続けるっていうのがすごく大事ですという話になります。はい、今回はですね、こういった表を用いて、稼げない原因について、認知的不協和っていう話を交えて話をしていきました。もし今回の話があなたにとって何か良い気づきになりましたら、グッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。で、チャンネル登録いただきますと、こういった動画どんどんアップしていきますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。で、メルマガ登録していただくと僕とコミュニケーション取れますので、動画の下のですね、メルマガにも登録していただければなというふうに思います。はい、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。感謝いたします。